大久保さんは J1 の通算最多ゴール記録を持っていて、そして久里さんは J の通算最多ゴール記録を持っているという、はい、このお二方が並ぶっていうのはなかなか珍しいことだと思うんですが、大久保さん、はい、そういった意味では2016年でしたかね、中山ゴンさんが、当時の記録を持っていて、大久保さんが抜くか、それとも久里さんが先に抜くかというところで、結果最初に抜いたのは久里さんの方だったんですが、お互いをこう意識していたりされたんですか？いや、僕全くしてなかったです。全くしてない。もう絶対久里さんが行くだろうと思ったんで、はいはい、まず久里さんが行って、はい、まあ、僕もこう追いついていければいいなって思ってたぐらいです。久里さんを超えるぞっていう、こう、あ、でもそうやってやっぱ最終的には一番になりたいなと思ってましたけど、うん、すぐとかは、うん、そういうのも全くなかったです。最終的に抜ければいいかぐらいの感覚ですね、まあ、はい、でこればっかり分かんないですから、本当に点取れなくなるかもしれないしっていう焦りもあるんで、はい、だからもう徐々についていこうって思ってましたね。久里さんはやっぱり大久保さんがこう迫ってくる様子ももう見えてたと思うんですけど、はい、先にやっぱりゴンさんの記録は抜きたいっていう気持ちはありましたか？地域で一番笑顔の集まるスーパーを目指し、広島市内を中心に16店舗を展開するスパーク、毎週土曜日に開催している朝市では鮮度が良く美味しいお買い得商品をたくさん取り揃えています。さらに5月は毎週土曜日がスパークこじかカードのポイント5倍デー、スパーク電子マネーこじかカードでお支払いいただくとポイントが通常の5倍になるビッグチャンス。ただいま新規会員募集中です。毎日のお買い物はお買い得商品がいっぱいのスパークで、まあ、実際ヨシトにも当時連絡して、あの先に行ったとしてもすぐあの抜き返してくれよって、であの僕があの背中追っかけられないぐらい先行ってくれっていうのは当時言ってましたけど、あ、そうなんですね、はい、近くにいるとまた取ったと、はい、取らないっていうところの話題が出てくるんで、はい、あの僕ら意識しなくても外側から圧力かけられちゃうんで、なるほど、ね、それちょっと嫌だなっていうのがあったのと、はい、でも実際僕2012年の開幕の時は95点だったんですよ、でそこからまあ4年半ぐらいでその、うん、まあ、ゴンさんの157っていうのをまあ、結果的に抜きましたけど、うん、当時全くそこまでいけるとも思ってなかったので、それだけ中山雅史さんの157得点っていうのは本当に遥か遠い先っていうような感じだったんで、まあ、多分吉ともフロンターレ行くまでっていうのは多分100手前だったと思うんで、うん、今現在、まあ、その J1 ではトップじゃないですか、はい、やっぱりこれはこう未来永劫残っていってほしいなという気持ちはありますか？まあもうね、今いい選手全員海外行くから、多分抜かれることないと思います、うん、そのあたりはこう聞いていいのか分かんないですけど、ちょっとホッとする部分なのか、それとも抜いてほしいというのがあるのか。いや、抜いてほしいですけど、はい、多分そういうことにはならないと思いますね、うん、でもその、はあはあ、あの近くに来れば、うん、まあ、僕と吉野の名前出てくるんで、はい、まあ、それはそれありがたいよね、はい、10年20年経った後に、うん、それでも僕と吉野の名前が出てくるって考えたら、うん、その数字ってすごいなと思いますよね、うん、あ、なるほどね。浩二さんは、まあ、同世代としてこの2人のストライカーをどう見てましたか？はい、この2人のツートップを見たかったですね。あのアンダーカテゴリー世代でもツートップっていうところは見たことなかったんで、はい、これね、はあはあ、2024年スタジアムできるじゃないですか、新スタジアムが。やっぱり同世代のアテネ世代をやっぱ呼んで試合したいんですよね、はい、いいですね、はい、それめちゃくちゃ面白いです、ね、はい、それでやっぱりね、吉田とこの時はツートップで、はい、これどういう化学反応を起こすか。いや、その時には小池さんもちろんトップ下に入るわけでしょ。いや、僕は、はい、あのサンフレッチェの OB の方入りますめっちゃ、そしたら俺もサンフレッチェの OB だ。そうだねこれまでの常識にとらわれない新たなフィットネスの形、フィットネスジムベースワンは、あなたが必要なものを必要な時に必要なだけご利用できるプランをご提案します。広島市を中心に6店舗営業中、フィットネスジムベースワンでもっと身近で楽しいフィットネスライフを始めてみませんか？健康的な体、憧れの美しい体など、なりたい自分を叶えるお手伝いをいたします。詳しくはベースワンで検索ください。当時20歳から日本代表でワントップツーシャドウっていう形で、ワントップに前田良一がいて、まあシャドウに僕とまあヨシトはいたんですけど、でもそんなにこのシャドウでも僕とヨシトが組むっていうことがなくて、どっちかがスタートだったらどっちかがサブみたいな感じだったんで、うん、なるほど。組みたいっていう思いは当時からありましたか？ありましたよ。ただまあ僕はどっちかというとまあ
どのポジションでも点を取りたいっていうのがあったんで、ヨシトが多分シャドウに入れば、ヨシトが多分僕にパスをくれるんだろうなって勝手に思ってたんで、なるほど、どんどん出したいなと思ってました。アキサスさんに出したいなと、はい、自分が取るよりも、そうですね、まあ、パスこう出すのも好きなんで、2トップはいつかは組んでみたいという気持ちはありましたか？いや、ありましたよ。本当になかったんで。代表の多分練習とかでもなかったですね。ないですね。紅白戦とかでも全くなかったですね。どうすれば多くのゴールを決めることができるんでしょうか？ディフェンスの人って絶対他の選手がシュートを打つ時絶対止まるんですよ、はい、その時には自分は止まらずに動き続けよう、はい、予測して、絶対この辺にこぼれてきたら点が取れるってところにもう先に動くようには絶対しました。動きをやめないっていうことと、まあ、あとはあの僕なんか一番大事だなと思うのは当たり前なんですけど狙ったところに蹴れるか、そのシュートの技術、多分シュートの技術があればカテゴリーが上がってっても多分決めきる力はあるんですけど、でもやっぱり人を見るとシュートの技術はそこまで足りてないっていう選手がやっぱり多いので、まあ、ヨシなんかも本当にいろんなシュートの選択肢を持ってるんでここまで点を取れたと思うんで、やっぱりこう狙ったところにしっかり蹴れるかっていうのはプロでも育成でも大事だなって思いますね。ザ・ズー初の3ヶ月連続ニューシングルデジタル配信リリース決定。3月にワイズミュージックレコーズより第1弾サティスファクション発表から第2弾サリトテ、第3弾のラブ&ピースが各種サブスクで配信中。またゲストに南風とクジラ、森亮太を迎えてのリリース記念ライブザ・ズーのズズズボリューム2も開催決定。5月28日土曜日、会場広島ワイズで午後7時スタート。チケットは e プラスで好評発売中。ザ・ズーの史上最高なロックを見逃すな。